異常事態となっている今年のインフルエンザの流行昨年12月上旬全国のインフルエンザの感染者の数はピークを迎えましたがその後徐々に減少しかし1月に入ってから再び感染者が増加したのです1月の末にまた B 型のインフルエンザのピークが来たように思いますね その理由はインフルエンザ B 型の全国的な大流行。1回目のピークで流行した A 型と合わせて2回感染する人もいて、京都市では今月4日までの1週間での平均の患者数が警報の基準値30を超え、現在も警報レベルの状態が続いているのです。誰かインフルエンザかコロナかいたか回り。 1>, えー、1月末ぐらいには息子がどっちもあの以前はあの、学校から家庭へ持ち込むというような状況が多かったんですが、まあ、中年の方から、もうそのあの6ヶ月の子どもまで、まんべんなくなっていくような傾向があったように思います2度にわたって感染のピークがやってきている今シーズン、インフルエンザは今後どうなるのか、専門家が解説します。 今日の聞きたいでお伝えしていきます。なぜ今シーズンはインフルエンザ二度流行しているのか、そして世界でも気になる事態が起きているということです。え今日は特講医学がご専門の関西福祉大学教授の勝田義明さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。お願いします。インフルエンザ本当に流行ってますけども、犬山さんの周りではどうでしょう。はい、あの子供の学校でもやっぱりその二回かかる、ええ 子供っていうのがいるっていうのを聞いてえーってなりましたで私たちもあの我が家もその10月に一回かかってるんですよ A <ー>かなかなんですけどやっぱワクチンが間に合わなかったんですよねうん、うん、でもあまた B のワクチンも打たなければみたいなうん、うん、今わたわたしていますええー、というこうね流行っているということ,と変わらず二度流行なんですけども、うん、なぜこれ二回流行が来たのか見ていきますはいこちらのグラフご覧ください 今シーズン、ご覧の通り2回流行のピーク、山がありました。これ、去年12月頃なんですが、このピークの時には A 型、これが96.6%ほどでした。そして直近のピークはこの辺りなんですけれども、B 型が66.7%ぐらいを占めていたということ。うん、勝田先生、今シーズン、なんで2回ピークが来たんでしょうか。はい 実はあの年を越してから末期になってこの B 型が増えるというのはこれはコロナ前からあったんですね。はい、で結局これがあるのでだらだらと春先までインフルエンザが続くということは従来からありました。それともう一つはねこの4年間のしっかりとしたコロナ対策の中でこの B 型のウイルス に対して接触して、私たちの体が抗体を作るというそういう機会は少なめだったという、この2つ目の山なんですが、ピークを越えているようにも見えるんですけれども、勝田さんいかかがででしょうか、はい、そうそすねあのもうだいたい感染するのは A 型の2つ、B 型の2つですから、だいたいもうほぼ終わり。 ですね。B 型も終われれば終わっていくというふうに予想はしています。はい。ただこれ油断はできないですかね。まだまだですね。あの減ったと言ってもこれ。はい 山で言うたら五号目あるいはもっと高いかもしれないですよね。うん、えですから現実にこれであるわけですから、はい、ぜひあの警戒は継続していただきたいと思います。そうですね。まだ言っても五号目ということですし、二、はい、回かかる恐れもあるということですから、菊さん気をつけなきゃいけないですね。そうですね。やっぱりあの個人的にできるマスクとかですね、はい、手洗いとかですね、それぐらい最低限のものは。 あのしっかり冷酷したいですね。新型コロナで私たちが培った感染対策をもう一度思い直してっていうことになりますよね。来日も行きたいと思います。家族でかかる人が決まっています。かからない人との違いはという質問なんですがいかがでしょうか。そうですね。まあやはりあの免疫機能が低下している人っていうのはかかりやすいですから。例えばね今特にあの注意してほしいのがあの隔離生活習慣病すなわち、はい、検診であなたは血糖値が高いです。 血圧が高いいでですでも受診していませんまだ糖尿病というレッテルはまだ貼っていませんという人をね、えー、確かに診断を受けたらいかもしれないけれどもまだまだねあの免疫は実質的には低下しているかもしれないしあとストレスであるとかね、まあ、そんないろんな要素がありますから是非もし何か指摘されている人がいたら是非受診をしていただいて、ね、そこは潰していってほしいいと思います、はい、もう一ついきたいと思います。はい コロナの時のインフルが流行しなかった手洗いが。 ああおろそかになったのが影響していますかということなんですがいかがでしょう。はい、何がしかの影響があると思います。えー、まあ私も実際に例えば駅のトイレとかで見ていましても<ー>明らかにあの手を洗わずに出て行ってしまう人っていうのがね、えーえー、いますね,ね、えー。ですからやっぱりそういうところはね、うん、明らかに影響。例えばやっぱり手の中にウイルスがついていればこう接触によってね顔を触ります。うんはい、で顔を触ったことによって、えー、鼻口のみならず目の粘膜、うんうん、そういったところからやっぱり感染が入りありますからやはりぜひで,もですね。うん 手洗いは,洗いはあのもうそれはねもうコロナ誰もねあの否定する人いないですからす、ね、絶対に手洗いもねはい、はい、よろしくお願いいたします、はい、関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございますチャンネル登録よろしくお願いします。